はい、新しい農園518日目でございます。10月、今日何日かな、9日です。しかも夕方に差し掛かる頃に、今日は一日曇り空で、光量も足りてないとなんか撮ってますけども、ナスがね今いい感じですね。なんかめちゃくちゃ無限にナスビができてます。無限にナスビもうできては取るという感じですけど、ナス以外はあとピーマンがまだ取れる。うちなんかいつもピーマンを長期間栽培してる気がするけど、ピーマンがまだ取れます。なんならこの1年越しピーマンこっちなんですけどね、何回も植え替えてたせいなのか、1年越しピーマンは小さい、でも今年のピーマンはしっかり大きくなる、そういう感じです。はい、ピーマンは優秀な野菜だなって植えると気づくね。畑が土がある人、オクラの。でレタスがねできてますね。もぎっていかないと。こんな感じですかね。オクラはどうなんだろう。さっき虫を駆逐したとこだけど、オクラはまだ取れるのだろうか。わからない。何もわからない。ここになぜか大根が植えられてますね。大根はね、植えてもいい。うまくいった試しがないけどね。で、モロヘイヤはそろそろ終了ですね。こういう風に、モロヘイヤの、なんだろう、種、さやみたいなのができたら、もうそろそろモロヘイヤはしまいです。じゃがいもですね。秋じゃが。あそこにちょっと芽が出てて、こっちも芽が出てます。これが大きくなって、ちゃんとじゃがいもとして収穫できるんでしょうか。よくわかってないです。てな感じでね、全然手入れてない割には、アザラシが手を入れてない割には畑がいい感じです。特にこっちのブースはもう10月で寒くなってきたのに、割と夏場よりもね野菜が頑張ってるっていう感じですね。雑草もね少ないしねって感じです。まあね、もうこの1週間ね急に寒くなって家から出たくないって感じになってますけど、まあまあ寒さに負けずに頑張っていきましょう。ほらほら。